はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPayチャンスが当たらないので、神頼みをしてきました。こんな場所でもキャッシュレスができます。ということで、以前も動画で少しお伝えしたかもしれませんが、僕が住んでる福岡県では、とある場所がキャッシュレスに対応していたので、今回はその場所に実際に行って、キャッシュレス決済をしたことについて、実写の動画も交えてお伝えしたいと思います。早速そのとある場所というのはこちらですね。なんと神社なんですよね。この神社は福岡県福岡市に位置する鳥飼八幡宮という縁結びの神様がいらっしゃる場所でもあるんですけども、なぜ僕が今回ここに行こうとした理由っていうのは二つありまして、まず一つ目っていうのがキャッシュレスの神社に興味があったということ、そして二つ目はお題にもある通り、ここ最近ですね、PayPayチャンスが当たらなすぎて、動画でもお伝えした通り、現時点で32回決済をして全然当たらないので、これはもう PayPayに嫌われてるなと思いました。なので、縁結びの神様がいらっしゃる神社でもあるんですけども、ここは神様に僕と PayPayの信頼関係をさらに良くしてもらうためにと思い、今回こちらの神社にて参拝してきました。一応神社の方に撮影の許可もいただいてますので、まず実写の動画からどうぞ。じゃあおみくじいいですか。100円。はい。順番通りにやれば。はい。100。打ち込んで。これでいいですかね。はい、いいですかね。はい。はい。ということで以上が実写の動画でした。もう風情もあってかなり居心地のいい神社でしたね。そして見事におみくじも大吉でした。今回はこちらの神社ではお賽銭はキャッシュレスではなかったんですが、おみくじやお守りなどの購入に関しては映像でも流れた通り LINE Pay を使ってのキャッシュレス決済が可能でした。おみくじを購入してちゃっかりボーナスももらってますね。そして神社の方にお賽銭のキャッシュレスについて伺っていました。そしたら二つですね、まあ聞くことができまして、今のところまあ東京などについてはお賽銭がキャッシュレスなところもあったりですとか、あとはお賽銭を投げ入れてあのチャリンチャリンという音が鳴ることで、まあ神様に捧げるという意味合いもあるみたいなので、お賽銭をキャッシュレスにするのは今のところまだ未定ということでしたね。いや、神社の方もめちゃくちゃ丁寧で、なおかつもう興味深いことが聞けることができたので、まあキャッシュレスを発信する僕からしたらめちゃくちゃ勉強になりましたね。そして肝心なPayPayチャンスについてですが、この日にですね、とある場所で3回ほどPayPay決済をしてきました。まあ結果はと言いたいところではあるんですが、あえて次回の動画でお伝えしたいと思います。まあその理由は明日の動画で全てがわかります。明日8月8日の20時にアップする予定ですので、ぜひ興味ある方は見てください。鳥飼八幡宮でおみくじも大吉が当たって、僕とPayPayのご縁はどうなるのか、果たしてPayPayチャンスは当たるのか、こうご期待ということで、もう多くは語らずですね、今回の動画はここまでにしたいと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。明日の動画を楽しみに。